以前にですね、ジャガールクルトのリベルソとサリンのコンバーチブルです、まあ、リベルソを紹介したのですけれども、ちょっと古い雑誌をちょっと見てましたら、ちょっとやはり同じですね、特集がありまして、これはですね、コンバーチブルが全く同じケースなんですけれども、ユニバーサルではなくてドクサーが入ってますね。ですからやっぱりドクサーでも出してたんですね、この全く同じコンバーチブルのケースに入った、リベルソっていうか、反転時計ですね。もう一つはやはり、ジャガールクルトのリベルソですけれども、これも両方とも、30年代の非常に、貴重な時計の資料が出てきました。で、今日はですね、ちょっと、これ腕時計って言われちゃうと思うんですけれども、ちょっと、面白ケースということで紹介します。これはモバードのエルメトですね。これはティファニーのダイヤルになってますけど、もちろんティファニーですね。モバードとティファニーは非常に関係が深くて、結構、ティファニーの時計はモバード製が多いですね、昔から。そということで、これもオリジナルのティファニーダイヤルの入った、エルメトですね。エルメトはそう面白くて、このところで、デスククロックになって、で、しかもですね、この蓋ですね。蓋をこうやって開け閉めすることによって、巻き上がる構造ですね。ちょっと懐中時計の分野、ポケットウォッチの分野に入るのかもしれないですし、またデスクウォッチって言ってもいいのかもしれませんけど、腕にはしませんよね。でも非常にこう、興味深い構造の時計ですね。後ろのところがこういうふうにスタンドになるんですね、これがね。はい、スタンドになります。もちろんパテントも入ってますし、もうお持ちの方も結構多いと思いますけどね、モバードのエルメトは。私も昔はこれのトリプルカレンダーを持ってましたけど、オークションに出して売っちゃいましたね。はい、モバードのエルメトですね。とても面白い時計ですよね、これも。はい、これちょっと中開けません。